お、<laughs> すごいな <laughs> ありがとうございますすごいねたくさんありがとうございます、えー、ど,うどうもどう,どうもどうもどうもありがとうございます <laughs> かしこみ <laughs> えっと、えー、島のねエングインストラクターのゆ川まさかですどうぞよろしくお願いします今日ねたくさん本当遠いとこから来ていただいてありがとうございますなんか朝からねお話もさせていただいたら 九州から起きてるとかなんかね2年に1回しかないから結構ねびっくりであのよかったら前ちょっと詰めてあげてください後ろ通路ありますんですいませんはいえーでねえー今日どんなお話が一番いいのかなっていうところですねやっぱり今の時期ですよね冬から産卵期までの間のエギングっていうのが1年で一番難しいんですよね。 やっぱり水温が下がるからどうしてもあの食べる気なくなっちゃうじゃないですかでどうしても深いところに行ってしまっておかっぱり昭和からやってるとねなかなか食いづらい状況っていうのが非常に多くなるんですよなのでどうしても夕ずめからナイトにかけてっていうパターンが非常に多くなるわけですよ、ね、でそれがそのナイトももちろんねあの大事なんですけどだけどもその僕自身が、えー、もうどうやろう 5年近くにななるんかな、えー、夜のエギングっていうのを卒業してからねもちろんねガイドでは行かしてもらったりプライベートであのたまに友達とね付き合いで行ったりとかはすることはあるんですけどもだけどももう朝マズめもやらない夕まずめもやらないねでナイトもやらないロケでですよ 大変ですよね別に起きたくないとかそんなんじゃないんですよ、朝、ねあの、昼食いたいからとかじゃないんですよ、全然あの、夜もお酒飲みたいからとかじゃないですからね、あのただ単純に自分の中でやっぱりもともとね、二十数年前、エギングっていうのが、ね、こう始まった頃っていうのは、本当、死を見なくても何を見なくても一定て、を投げたらいかが釣れた時代があったんですよ、本当に。 あの串本なんかでも本当、どうやろ、10時ぐらいに行って、朝ね、ゆっくり行って、夕方ぐらいまでに3桁とか、普通に、はいちなみにあの堤防で、普通に釣れたんです、そこ取れたら誰でも釣れるっていうね、時があったんですよ、本当本当にもう春でも、その今のねさっき言ってた冬の時期とか、この。 やろな春の産卵期前の一番難しい時期でもバーってしゃくってたら2キロぐらいのが7つやつ後ろについてくるで橋からでかいの1個ずつかけていくっていう <laughs> そういう釣りがねあったんですよそんな時代があったんですでも今は難しいですよね皆さん多分ねあの結構行かれてるからでも結構この厳しい時期でも行くよっていう人ってどれぐらいいるんですか行っ,て行ってまーすみたいなおう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 おおおおお いますね。いますね。はい、そう。あのー、でね。その中でじゃあ。どうやって？釣ってきたのかっていうところですね。そのあえて、その自分は真面めにチャレンジしない。ナイトをやらないっていうところで、あの釣、ー、果を上げてきたっていうのがね。やっぱりここ5年6年やり込んできて見えてきたことは、結局夜でも釣れないときは釣れないでしょね。いくらいい月があってもいくらベタなぎでも。 6時間1塩しゃくっても食わないときは食わないですよねねそれって何なのかって言ったらやっぱりコアに塩の時間帯が合わないと食わなくなってきたんですよねそれプラス塩の時間帯にうまいこと投げてても食わなくなってきてるんですよ今まで塩があったら食ったんですよねあのいい塩効いてるのになんで食わないっていう状況がすっごい増えてきててじゃあこれってどうしたら 口使っっててくれるっていうことなんですよねでその中であのまず大事なのは人間もそうじゃないですかあったかい時期と寒い時期ねまあ、人にもよりますけどテンション上がるとき下がるときありますよね絶対ねいかもそうなんですよあの海水温ってほら変動多いじゃないですか冬になってくるとそしたら1度下がったら体感でね人の約10度って言われてますね明日いきなり10度下がったらどうですか <laughs> ね、っていうことなんですよだから、いかもそうじゃないですか、2度下がる、1度下がる、この安定しない状況で、やっぱ体調不良を起こすわけですよ、そこにいるとね。なので、安定する場所へ行ってしまうから、いない状況が起こるわけですよね。でいないってことは当然、つれないじゃないですか。じゃあ、いるタイミングに、どの場所にどうエントリーしていくか。 っってていいうこともすすごい重要になってくるんですよね。それってやっぱりこの変わらないところは地形いつく地形っていうのは決まってるんですよあの絶対にワンドになってる状況ねあの本当今なんかやったら昔はなかったけどグーグルマップでいくらでも見れるじゃないですかこの地形がこうとかここエントリーできるんかなとかそのとにかくそのワンドになってて沖に向かって水深がかけ下がっていってるような状況のとこっていうのは非常に 大事で,でそういうところってやっぱりこう上がってきてたまにね残ってる子とかもいるわけですよ昼とかだったらやっぱりあの寒さに強い子とかもいるじゃないですか僕なんか特にあのよくおかしいって言われるんですけど真、まあ、冬でも僕半袖なんですよ基本的にねそういうおかしい子を探してあの釣りしてもらったらいいのかなっていうね状況があるわけですよだからあのってなってきたらやっぱり少ないじゃないですか実際冬に半袖の人ね ってことは歩いて半袖の子に会いに行かなきゃいけないんですよわかりますね、自分がねその、ちょっと暑がりなイカさんを自分が歩いて一生懸命出会いに行かないといけないそれが昼の釣りなわけなんですよねっていうとこなんですよでもう一つはやっと出会った出会いましたけども食わない、ね、だけど潮が効いた瞬間にいきなり釣れたりしますよねっていうのは じゃあ塩と一緒に流れてきたんかなっていうとそうじゃないと思うんですよいてたけど食わなかったイカなんですよねだけどもそれは塩がなくても食わせる方法があるんですよあるんですね何が違うんでしょうかっていうとこなんですけどやっぱり基本的にエギングっていうのはしゃくりっていう動きをしますよね左右左右ダートねで止めて食うのはダートじゃなくて止め なんですよねなのでどうしても水中で見たときのエギとその何やろ陸地でしゃくってる人の動作で見たときっていうのはやっぱりこれがかっこいいからやっちゃうんですよしゃしゃしゃっしゃっ、ね、い,っぱい,いっぱいしゃくっちゃうんですよいいんですよ全然いいんですけどいいんですけどたくさんしゃくったらそれだけエギもたくさん浮くわけじゃないですかそしたら待つ時間をもっと長く待たないと結局1回目そこ取ってるのに ここまでしゃくり上げて待たないとずっと上に上がってくるよっていうことなんですよ。ね、そこ付近をちゃんと攻めれてますかっていうことなんですけどもその中でうの釣り動きの釣りですね、はい、生意の釣り止めの釣りっていうのがあると思うんですけどあくまでもイカはやっぱりこの生意にしか反応しないっていうのは誘いは確かに大事なんですけどでも止めないと食わないんですよね。だから、 そのセイっていう方の釣りを特にこの寒い時期とか産卵期に入る、産卵期に入ったイカに対してはめちゃくちゃ意識してほしいです。ね、だって、あのー、こたつに入ってみかん食っててちょっと寒いなって思ったら手の届く範囲のものしか取らないでしょ実際イカもそうなんですよだからわざわざ出て行って何かをしようとは思わないんですよね。 なので、ゆっくりゆっくりゆっくり見せてあげて口元に置いてあげるぐらいのイメージで置いておいてあげるとこたつに出ないイカがぷってこう食べるわけですよ。ね、そういうかもイカも一です生生き物なんでだからどういう状況でどういうふうに餌を食いたいのかっていうところが非常に必要になってくるんですよ。それがだからどんぐらいゆっくりしたらええのかっていうところなんですけど1つはテクニックでね、スローにできることもあるでしょう。ね ゆっくりしゃくればゆっくりしゃくればいいですしゃくる回数を少なくすればそれだけ浮き上がりも少なくできるし待つ時間を長くすればいいんですよだけどももう一つはやっぱりどうしても道具に助けてもらわなきゃいけないシチュエーションっていうのも存在しうるわけですよだからまあ今回あの3月にこの発売するんですけど これ1ー6秒ホールもう1個、ね、こう遅いので7.4秒とかいろいろ分かれてくるんですけど3.5のシャロータイプだからエギが勝手に仕事をしてくれるっていうことも必要なわけですよゆっくりゆっくりゆっくり沈むからこそゆっくり待てるわけですよでもこれ早くトンと沈んじゃったらもうそこでじーっとしてるだけになっちゃうじゃないですかってなってくるとやっぱりなかなかねしんどいわけですよ、うん、なので 本当にだからそのゆっくりとにかくそこがわからないよっていう人が多いかもしれないけど分からなくていいんですよ6秒っていうことだけ分かってればいいんですよだいたい 4m、5m、ね、ぐらいの水深ってなれば65、3030 30秒ですよねじゃあ35を数えたらだたいそこ付近行きますやんっていうとこなんですよそこなんか取れなくていいです全然いいですただちゃんとカウントしましょうねっていうねそこでちょっとしゃくって 10数えたらまたそこ付近に戻ってるでしょっていうだから本当それぐらいの感覚でゆっくりゆっくりとにかくゆっくり攻めてあげるっていうことをやってあげればいいんですよねで、まあ、今回この監修カラーっていうので僕が、えっと、2モデルね出させてもらってるんですけど、えー、めちゃくちゃマカロンピンクマカロンピンクドン 出ないね,出ないね、はい、<laughs> 映像出るかなと思ったら出んかったな <laughs> ちょっとあ来ましたねあの声が遅れてやってくる <laughs> みたいな、ね、感じのね <laughs> あのそうそうほんでこう,こういう感じのねナイトに強いカラーと,、えーとまあ、デイに強いカラーと2色特にあのやっぱりデイの釣りっていうのは本当に目が重要なんですよいかに 見ることとがでできるかっていうこころですこれはだから釣りたいターゲットも見なきゃいけないしプラスどういったところを攻めるのかっていうことも見なきゃいけないわけですよね、うん、結構いろんな映像でもお話しさせてもらってるんですけどなのでめちゃくちゃ遠くまで投げてある程度沈んでもめちゃくちゃ見える色が欲しいって言ってとにかくその見える色。 自分がだからどうこれを操作してるかっていうのがはっきり見える要は向こうの方でちょっと沈んだところでピュッて持っていかれたらそれも見えるわけですよっていうところで攻めてる場所をイカが抱いた時っていうのをはっきり分かるようにっていう風な感じでまあさせてもらってますでこの、ね、横のラインっていうのが、ね、側線っていうのはやっぱりこれも広島大学の、ね、先生の,あの研究とかでも出てるんですけど細長く見えるシルエットのもんにすごいイカは反応する。 っってていうとこがあ,ってで、まあそういった感じで側線ていうのは入れさせてもらってるんですけどで相変わらずまあ強いから、ね、泳がせラないとかナイトですねやっぱり赤テープっていうのは昔から、ね、ずっと強いカラーなんですよねシルエットが、ね、すごく出やすいカラーでね上から月夜に照らされた時に下から見た時に黒っぽく見えるのがシルエットはっきり出るっていうところで釣れやすかったり。 するってていうことが多くてで、まあ、非常にまあデイでも使えるんですけどとにかくまあそのやっぱりナイトっていうのは外せないシーズンにはなってくるんでどうしてもそれは必要だろうなっていうところで入れさせてもらってますねでその他にもあのジョースタイルメンバーがね各地にこういてるんですよ本当、えー、関東から、えー、南は石垣島まで、あのー、いてくれててその子たちが一生懸命自分たちが釣るならどんな色がいいっていうので考えてくれた色っていうのが 他にこう追加色で4色でで入ってたりすするわけですよね。この芝桜、えー、新緑の緑と空の青と桜の色って言ってましたけど結構ねスエイカによく聞くあのブルーテープっていうのはやっぱ炭塩の時とかにすごいいい感じになるんでやっぱりその状況に合った色の使い分けっていうのも絶対必要にはなってくると思うんですけど基本的に僕はあまりカラーの使い分けはしないタイプなんですけどだけどやっぱり大事なのは。 カラーってあの自分の信じれるものを投げれるかどうかじゃないですかねあのよく言われるんですよたまにフラッシュブースト釣れたことないんですよ、ね、釣れないっすよって言われることあるんですけどでも片側ではめちゃくちゃフラッシュブースト釣れますっていう人もいるわけじゃないですかなんで同じカラーなのにそんなね差が出るのって思うんですけどやっぱりねここが大事なんですよ、ね、釣れないって言ってる人は 釣れるまで投げてないからもう3頭ぐらいしたらダメやって心が折れるわけですよね自分の信じれるもんだったら釣れなくてもずっと釣れるまで投げれるわけじゃないですかそりゃ釣れますよねね <laughs> だけど釣れたことない色1頭目でバーンって釣れたらめっちゃ釣れるやんこのエギってなるわけですよ人って結構勝手なもんでだからやっぱりそのマインドはすごい大事なんで本当だから信じれる色をいくつ作るかなんですよ 1、ね、一色だけでも構わないんですけどだけどもやっぱりちゃんとその自分の心でこの色は釣れるって信じれる色を作ることが大事ですでそれはたくさん作っておく方がいいですだって例えば信じれるカラーでもうわ濁ってるからこの色釣れへんのかとか思い出したら次何色使おうって選択肢がなくなるわけですよで、やっぱ心が負けてる時点でもう超歌も負けなんですよ <laughs> 基本的にだから僕はその色で超過に左右されたくない確かにあの食うカラーは存在します絶対しますないとは言えないですだけどもまず大事なのは自分が思いっきりこれが釣れると思って投げれるカラーをどんだけ作るかなんですよね本当だから釣ったことない色でも一生懸命投げてみてください実際ね検証したことあるんですよあの自分やっぱり僕もその あんまり使わない色ってあるじゃないですか例えばその視認性の悪い色とかあと何やろな,なんか何だこの色みたいなまあ自分のとこのメーカーのものでもあるわけですよ実際だってそうじゃないですか自分が監修したカラーじゃなかったらそうでしょ実際ねこの色は使わんないだけどそれをあえて一日使ってみたら同じ数釣れるんですよ実際やってみたらやってることが一緒ならねだから釣れないっていう人ほど使ってない <laughs> そうはっきり言ってそうなんです これ釣れないっていう人ほど釣れるまで使ってないし本当に自分の釣れるものしか使わない人なんですよだから実際にたくさんね試してね自分の強みになるものをいっぱい作ろうねっていうことなんですよねでその中でもだから各地でね「ジョースタイ e のメンバーが考えてくれた色っていうのがこんなに種類ができるわけですよだっていろんな土地でだっていろんな人がいてんのにいろんな色がこうやって生まれてくるわけじゃないですか だからこそこれはすべてにおいていろんなシチュエーションで信じて投げれるカラーだからすすごい釣れるんですよね、はいでまああのー、昨年度も、えー、ガイドで、ね、その春以下、えー、結構行かせてもらって,てあて実はね僕、本当もう二十数年やってて、えー、去年の春はねすんごい良かったんですよサイズがすごいよくて特に和歌山の串本エリアなんか。 自己ベストで3キロ台を36杯 <laughs> で2キロクラスが47杯 <laughs>、ね、ガイドの合間に釣らせろよっていう話なんですけど <laughs>、ね、もちろんあの釣っていただいたりもしましたんですけどあの本当だからでかいのがすごいたくさん釣れて基本的にはやっぱりそのスローな釣りですね。 意識をしたっていうことがすごい。よくてこれね。あのー、これ、3号のジェットブースト3号ですね。水深15メートルぐらいのところで、3号のまあ、4秒 1m4 秒ぐらいのホールかな？っていうのを、ほんまにゆっくりゆっくり沈めて馴染ませてて送り込んでてかけたってまあ、映像を見てもらった人もいてると思うんですけど。同調えっ、ー、とこれでね。何部だったかな？67やったかなね。通常だったら多分測ったら4キロ後半とか。 だったんですけど、まあ、墨抜き水,あの水抜きやってで上がって締めて船頭さんにちゃんと見てもらって測って3550ていう感じだったんですけどもうレ,ッレッドだったんですよ、デイでどうしてもこのデイでレッドついたくてあのナイトを封印してデイチャレンジやってきてやっと実ったっていうところなんですけど、まあ、こういうのがねこれもだから結局その深いから。 そこに入れなきゃいけないかって言ったらそうじゃなくてゆっくり沈むもんを送り込んでいった結果口を使ったわけですよね実際だってあのアジ食うにしてもなんか泳いでる魚食うにしてもそこの方で泳いでるわけじゃないじゃないですかそれは潮の流れがあってその層に魚が泳いでくるわけですよねってことはやっぱり不自然に沈んだりするよりは遅くても そこに餌のようにあるかのように漂わせてる状態の方が口を使ってくるわけなんですよねだからナチュラルにいかにそれを演出するかっていうことなんですよそういう風な感じで特にだからこれからその、まあ、寒い時期っていうのはやっぱり繊維の釣りをたくさん意識してくださいねっていうことですで、まあ、まあナイトでは全然ねやっぱりあの捕食回遊してくるわけで夜行性じゃないですか夜ご飯を食べたい方たちなんですよこの方たちはね お昼にご飯食べるよりね。だから夜はやっぱりご飯食べるぞーっていうやつが多いからそこまでがっつり性の釣りを意識しなくても通常通りのエギングやってもらったらいいと思うんですよね。うん、でそれでも今日寒いしちょっと水温下がったしなっていうんであればもうちょっとゆっくりやってみようかなって釣れないときほど釣りが早くなるからとにかくゆっくり動かさないっていうことを意識する待つっていうことを意識する。 止めるっていうことがすごい重要なんで、結局、止めないと食わないから、それをしっかりやってほしいなっていうふうに思うんですよ。で、そこからですね、えー、と春ですね、これから始まるシーズンですよ、一番大事な、皆さんがよくね、春いか釣れないんですよっていう人、非常に多いと思うんですよ、一番釣りたいのに、一番釣りにくい、ねでかいか。 めちゃくちゃ難しいですよね本当にねあの産卵期のイカっていうのは当たればやっぱりドーンってでかいの出るし当たらなければほんまにゼロっていう状況も1か0かっていう風な状況も多いわけですよねそしたらえっとその春のイカたちは何を意識してるのかっていうことですよね一番何ですか何だと思いますか春のイカが意識していることは <laughs> そうですよね、<laughs> ありがとうございます <laughs> 産卵ですよね、やっぱりね、卵、卵を産みに、オスとメスのペアリングっていうのがメインじゃないですか、ね、ご飯食べるよりもやっぱり子孫繁栄ですよ、ね、だって皆さんもそうでしょ、ご飯食べるときと子孫繁栄は別じゃないですか、当然、ね、食べながらなんかありえないじゃないですか。っていうことなんですだからイカさんもだから 卵を産む時間帯、ね、であの男の子が女の子を探す時間帯女の人が男の人を探す時間帯とご飯は別ですだからこの人たちがデートしてる時じゃなくって食べたい時を狙おうぜっていうことなんですよねだけどもやっぱりどういうデートスポットがあるのかっていうことを知らなきゃならないでしょ、ね、じゃあどういうとこにデート来るのっていうとこで大事なのは藻場ですよねやっぱり。 本田原って言われる藻場であったりとかアマモって言われるねこういうベッドタウン探してくださいまずねあのこれは当あのー、毎年ね変わるんですよ生える場所っていうのは毎回その今年ここにガサッて生えてたから来年生えるかって言ったら全然そうじゃなくてだからやっぱり早い時期からちょっと藻場の調査もしなきゃいけないんですよだから釣竿だけ持って現場に行くこともいいんですけどまずは 生え出す時期、3月、4月ぐらいになってきたときに、ポイント、ぐるーっと車でもいいから、海沿い走って、この辺生えてるかな、生えそうかなとかっていう風な感じで、まずデートスポットを探してください、今年のデートスポットはどこだっていう、ねそれを探さないと、デートに来る以下見つけられないじゃないですか、ねでしょ、だから、そういうことなんですよ。あの 例えばまあこの辺で言ったらまあ関西近郊で言うとあの和歌山城よりもユニバの方が暑いよっていうことですわ、ね、かりますかね和歌山城なんか行ってもほとんど人いないです、ね、だけどユニバ行ったらめっちゃカップルいてるわけじゃないですかやっぱそういうところに行かないと食わないですよね当然ねだからそういう場所ちゃんと探そうぜっていうことなんですよでその中でじゃあどういったモバの状況が一番いいのかっていうことなんですけど やっぱりねあの、潮通しがある程度絶対必要なんですよ。潮が動かないようなところに藻が生えてても卵はかえらないんですよね。なのである程度潮同しが良くてで早すぎないところ、潮がね生まれた子供がだって潮早かったら流されちゃうじゃないですかだからそういうちょっと安泰なエリアでもう1つはその年の台風が、えー、当たり年になる年には。 いいつもよりちょっと深いと深ころに生き抜いていくためにだから自分たちで何かそういうね意識をしてるらしくってこれは、えっと、研究のデータで広島先生、ね、その大学の先生とかがおっしゃってたんですけどだからちょっといつもより浅いモバにいないなと思ったら水深ちょっと深いところを狙いに行くとかもきっとしに行かなきゃならないこともあると思いますだってあの 崩れそうなところに住むよりもやっぱり子どもたち安全なところに育ってほしいですよね皆さんねだからより安全なことをやっぱり自分たちで察知していくわけですよなのでそういった場所に産卵するわけですねでそしたらこの藻場の釣りっていうふうになってくるとやっぱりこれもシャロウのエギとかがね必要になってくるわけですよで産みに来てるんだけどやっぱりどっかで餌食べないと特にあのお母さんねあの 子供を産むために体力が非常に必要になるわけですよ。ってことは絶対たくさん食べないとたくさん産めないわけですからだからね、春イカってね、本当、メスがめちゃくちゃ釣れる率が非常に高くなるんですよ、普段より。すんごい高くなるんですよもうとにかくその合間の潮っていうのは、すんごいメスが食ってきて潮止まりでドンってオスが食ってくるっていうのがね、すっごい多くてなので、やっぱりこのご飯をね、 食べるるメスっていうのは多くなるんでだから普段のこの潮止まり前後ででかいオスを狙うっていう風な感覚で普段の動いてる潮では止まりの2時間前後っていうところではちょっとこう活性のそういうね体力蓄えるためのメスを狙うっていう風な感じで思っておいてもらったらいいのかなとサイズの狙い分けっていうのはねある程度そういうところでできたりすることもあると思うんですよね。 で本当にだからその卵を産んでるときは全く反応しないからその合間っていうのがやっぱりその潮のちょっとした動き出しの瞬間とかに口使うから絶対投げ続けてほしいんですよ、うん、まずであのその時に先ちょっと戻るけど見なきゃいけないって言ってたと思うんですけど何を見なきゃいけないかなんですけど潮の動き出しが分からんっていう人が非常に多くなりますよね どういう時は潮動いてんのとか潮重いってよく言うけど何なんってよく言われるんですけどそれはいろんな状況を見てたらね例えば沖にある浮遊物が今右にあったやつが急に左に流れ出したねとかさっきまで左にあの浮きも流れたのに右に行き出したねとか足元の海藻がこっちに倒れとったやつが反対向きに行き出したわとか水中を泳いでた小魚の泳いでる向きが。 めめちゃめちちゃゃこっちばっばかり行くようになったなととかあると思うんですよなんかたくさん見なきゃいけないことってあると思うんですけどそれによって自分も潮が流れていく上から下に向かった方にエギを投げなきゃいけないです、ね、そういうことなんですよだってあの右、まあ、上から下にこう潮がずっと流れていってるのにダーって上っていくやつわざわざ国に行かないでしょやし違和感じゃないですか自然界の中では流れに従って泳いで 行行くくものが自然ににいてるからそれを食べに行くわけですよねだからちょっとしたそういう潮の変化とかもやっぱり察知してちゃんと同じ方向になじますように投げてあげなきゃならないんですよね。でそういうふうにして感じていけば見なきゃいけないことはすっごいたくさんあるから案外ねそのないとおりデイの方が勉強になることがすごい多くてで夜はねどうしてもそのそういう情報とか落ちてしまうから。 まっすぐ投げたところから沈めたときに液がどっちかに行ったなっていう感覚だけで感じ取るしかないんですよね、ある程度。あとはしゃくったときにさっきより同じ水深でしゃくってんのになんか重たくなったなとかさっきよりドラッグちょっとしゃくった出るようになったなっていうときが潮の効き始めなんですよね。うん、そういったときにだからしっかりあ動き出したからゆっくり攻めようとかっていうのを集中力をそこにガッてやってほしいわけです。それまででではある程度適当でいいいですよななんか状況変わったなったていうのを いち早くどんだけ察知できるかだと思うんでとにかくだからその変化を見極める目とかその匂いを嗅ぎ分ける花を持ってると人より先に釣ることができるし人より先に大きいものを取ることができるんですよね。なので僕はねよくそのガイドさせてもらう,時もうときに割と座ってることが多くてあああの、ね、あの本当ねれですさゆり姉さんのね YouTube とかでも。もうほんま こいついつつまで飯食ってんねんみたいな感じもうポップコーン一生食ってたりとかね。そば食ってたりとかだけどちゃんと釣れる時はわかるからね海見てたらああ今この牛を釣れそうやなとかって雰囲気変わってくるからだからそのタイミングで投げるだけであってだけどわからないんであれば常に投げ続けてその違いを感じ取ろうねっていうことなんですよそれをやっぱりしっかりやっていかないとなかなかね難しくなってしまいますうんまあ本当 なのでねそういったところでですねタックルも持ってきたけどもうあんまりやったな,これな、これなこれ一応、さっきあのレッド例、ね、で撮ったって言ってたタックルなんですけどまたあのよかったら見てもらったらと思うんですけどまあ、まあ、本当だからそのこれからの春イカっていうのはねそういった感じで1つねあのポイント選択と釣り方とにかくそのイカっていうよりも生き物なので人間だったら。 どうなの自分だったらどうなのっていう感覚で考えながらやってもらったら全然おのずと答えが見つかることもあると思うんで、うん、だからその辺もちょっと踏まえてねこれからの釣りっていうのをね組み立てていってもらったら超か変わるんじゃないかなっていうふうに思いますねはいなんかそんなこんなしてるともう30分経ってる感じですね早いですね,ね30分ね <laughs> なんか本当 まあ僕自身はまあ伝えられることっていうのはそれぐらいの感じだと思うので時間的にはまあちょうどということですねまたあのこの後あのはそこのブースのえっとエギ展示しているところにもいてますんでねあのでエギちょっと見に来てもらえればまたいろいろ詳しいことも説明いたしますしあのこの場では多分ね手を挙げて質問しにくいこともたくさんあると思うんですよなのであの聞きに来ていただければちょっと混雑はしてるとは思うんですけどあの時間の許す限りね 対応はさせていただこうと思いますので、あのまたお越しください。はい、ではどうもご清聴いただきありがとうございました。<laughs>